白友です。今日は令和4年の10月26日です。今現在僕は山梨県の八坂神峠登山口にいます。今日は、今から、八坂神峠入り口から、林道バスに乗って広川原へ向かいたいと思います。で、広川原から、秋の紅葉の写真を撮りたいと思います。今現在5時54分で土曜日ということもあって、八坂神峠入り口はこのように既に多くの車で埋まっています。あちらが八坂神峠のゲートの入り口なんですけど、あのゲートから先はマイカー規制のため、バスとタクシーしか通れません。一般車並びにバイク、自転車は通行不可となっております。今ここに来て分かったのですが、紅葉の進み具合なんですけど、今ちょっと望遠でアップしてるんですけど、カラマツの色の具合がまだ進んでなくて、ちょっと時期的に早すぎたのかなという予想はしております。あとはちょっと実際バスに乗って広川原に向かわないと分からないんですけど、以上です。今日の朝食の準備です。今日は野菜ピラフ、アルファ米ですけど、野菜ピラフのアルファ米とビッグカップヌードルのカレー、これを朝召し上がりたいと思います。バスの到着時間が8時7分なんで、まだしばらく時間が余裕があります。なので朝食をとって、その後少し仮眠をとって準備したいと思います。真ん中が間だ。真ん中が間だけ。で、一番右です。これ間だけ。あれは西の奥で。これは違うのでは。奥にね。奥の方ね。間だけはこの山荘が。山荘は見えてます。いただけるよ、全部下がって。よく見ていただくと見えますよ。一番平らなところ、ハの字役にしたところの真ん中、一番上の真ん中、近くに見えるのが北だけの山
紅葉は今年まだつきません、ちゃんとに。この辺までずっと早いです。はい、いいですか。はい、はい、出発します。はい、広河原到着しました。天気は快晴です。ずっと歩いてください。ずっと歩いてる。橋を渡りますから、はい、鉄橋をね、はい、渡って歩いていくとさっきのダムとか、はい、そういうところに出てきます、はい、この道です。この道ですね。道もいいですから。はい、ありがとうございます。紅葉の状態悪いですね。全然よくありません。素晴らしい絶景です。まあこういう感じで結構紅葉自体が結構黄色い感じがしますね。全体的に南アルプスの紅葉というのは。まあ素晴らしい景色です。